はいどうも、すみがわチャンネルです。12月17日ですっけ、はい、に控えたアクティビスト本番1週間前です。この今撮ってる時点では、まあ、今回、クラブツッタっていう大変歴史のある場所でちょっと今回ケース&スインガーでショーをすることになりました。僕の、まあ、スインガーチャンネルは、まあ、自己紹介するまでもないと思うんで、ちょっとケース君の、まあ、自己紹介お願いします。ケースです。2回目の登場、はい、ダンサーですね。ダンサーでヒップホップをやってます。前も言ったね、前も言った紹介でね。まあ、ケース君普段渋谷の方でスニーカーショップ、アトモスで、アトモスで遊びに来ていただきます。はい、今回その作品制作するにあたってのちょっと舞台裏をね、ちょっと撮っていったので、その方をね、ちょっと今ご覧ください。ということでね、前置きかどうかちょっとわからないですけど、まあ早速ね、クラブツッタの方にね、ショー踊っていきたいなと思います。クラブツッタにちょっと行く前にちょっと忘れたことが、CD に金曜日が書いてなかった。はい、ということでちょっとね、たまたまね、筆箱があったんで、中が来たら、まさかの筆ペン、ちゃんとした、ネームペンがなかったっていう、まさかの状態、筆箱が来たら筆ペンという、まあ、ここでね、チーム名と印刷機か音先を書いていきますね。はい、薄いねん筆ペン。おい頑張れ筆ペン。もうネームペンないね。このままちょっと主催者の人に出そうと思います。はい、いや雨だ雨だ。いやまあでも割と前回のネタは快晴だった。まあ、なんか雨の日もありますけど、まあ、雨に負けずに、はい、風にも負けずに、頑張りますね。なんか今日結構18歳とか20歳ぐらいの本当にめっちゃ若いダンサーがなんか多いっぽいです。今日なんか演者のインスタとか、主催者の K パンさんが貼ってたんで、それちょっと見てたら結構そういう18、19で若めが
若めが多いんで、若者に負けない踊りをちょっとね、そうそう、そう見せないといけないから、ちょっとやばい。いや雨すごい本当に。しかも明日気温が最低気温1度。撮影している本日は17です。1度やばい本当に寒い。今ちょっと渋谷駅って行ってるんですけど、今日その練習終わってそのままクラブチップ行くんですけど、移動がもう移動でもう死ぬ体が。やばい。どっち帰る？どうぞ。川崎駅に着きました。川崎宗のということで川崎駅に着きました、川崎駅に着いても、雨は止まないと。止まないんですよね。止まない雨はないんですけど、まあ、こっから川崎駅からクラブチッターまで、徒歩10分ぐらいなのでちょっと、歩いて、僕とキエス君は初めてクラブチッター行くので、まあ、ステージはどんなもんかっていうのをねちょっと、確かめていきたいなと思います。じゃあちょっとまた歩いていきます。はい、クラブチッターに来ました。よいしょ。じゃあ入ってきますね。あっ、5分あっという間でしたね。